こちらの川口菜園クラブ、G ファームで発芽してきた直後 の、 苗です。こうやって見てみるとですね、双葉の下のところに、白いこうなんていうんですかね、こう茎みたいなものがあって、まあ、これ茎ではなくて胚軸って呼ばれる部分なんですけど、この双葉の下の部分ですね、ここのその胚軸 の、 部分がこうひょろひょろっとこう長くこうなってきてる、まあ、こういうのその徒長っていう、そのいたずらに長くなるって書いて徒長っていう言い方をするんですけれども、どうしてもですね、発芽直後の苗っていうのはこういうふうにそのひょろひょろっとこうして徒長気味になってることが多いんですね。で、これがですね、ちょっとこっち側が 1,2 週間前にこう巻かれた双葉なんですけど、かなり双葉がこう大きくなってきてて、のがご確認いただけると思います。で、ちょっと見づらいかもしれないんですが、どっかにサンプルないかね、胚軸の部分がですね、少し白っぽかったのが少しこう色が黒ずんでというか、少し緑っぽくなってきて、ちょっと太めというか固めというか、そういうふうにこうちょっとなってくるんですね。で、まあこのあとその多分ここのこの指が見えて、指映ったんですかね、ここのその指が見えてるところの双葉の間から可愛らしい本葉がこう覗いてきてますけども、特に徒長気味のその双葉が開いて、ただその開いた直後は徒長気味でひょろひょろっとしてるのが、その双葉自体としてしっかりしてですね、で胚軸も少しちょっとだけ太くなって、でそれから双葉の間からその本葉が出てくると。で、まあ、この本葉は双葉の光合成でこうのによってこう本葉が出てくるんですけども、この本葉が成長していくと本葉の光合成で次の本葉が出てくるっていう、まあ、光合成と成長のサイクルが回り出すわけですね。でそれが回って初めて発芽のプロセスが完結したっていうことになって、でこの発芽の要するにそのプロセスっていうものをですね、大事に見守るということが結局その種まきを成功させるポイントになっていくわけです。